今田隆二は、広島県三原市出身のプロゴルファー、ジョージア大学中退、173センチメートル、68キログラム、B 型、7歳からゴルフを始める。少年時代、マスターズのテレビ中継を観戦し、強い憧れを抱く。14歳の時、アメリカの環境でゴルフを学びたいという情熱を、 抑えきれず、ゴルフ留学のため単身アメリカフロリダ州ン波に渡る。当地のゴルフアカデミーで、後々となる、リチャード・エイブルコーチと出会う。その後、ゴルフアカデミーでのゴルフに限界を感じ、エイブルとの二人三脚で歩み始めることとなる。ジュニア時代には、15歳でアメリカのジュニアトーナメントに初優勝を記録するなど、全米ジュニアの大会で、通算6勝を挙げ、 ゴルフウィーク史選出最優秀、ジュニアプレイヤー、ロレックスジュニア年間最優秀選手賞などを受賞。全米アマチュアランキングで、タイガーウッズに次ぐ2位になるなど、輝かしい経歴を持つ。その後、ジョージア大学に進学した後も活躍は続き、大学2年の時に、全米大学ゴルフ選手権団体で優勝し、個人戦でもルークドナルドに次ぐ2位となる。同年、 ジョージア大学を中退、プロ入りする。今田は、プロ転校後、PGA ツアーの下部組織、ネーションワイドツアーに参戦を開始する。この年に、バージニアビーチオープンで、初優勝を挙げた。しかしこの後、レギュラーツアーの、クオリファイングスクールの通過に失敗が続く。2002年に二軍組織の名称は、バイドットコムツアーから、ネーションワイドツアーに変更される。 2004年、今田はネーションワイドツアーの BMW チャリティープロアマエティザ・クリフスで優勝し、賞金ランキング3位に入った。以前は2軍からレギュラーツアーへの昇格条件は年間賞金ランキング15位以内であったが、2004年度から20位以内と枠が広げられたため、この資格で今田は2005年度レギュラーツアーのシード権を獲得し、 PGA ツアーのメンバーとなった。2005年度の今田は、ブーズアレンクラシックの5位入賞が自己最高成績であったが、全米オープンゴルフで15位に食い込んだ。こうして、年間賞金ランキングは121位となり、2006年度もレギュラーツアーのシード権を維持した。なお、年間賞金ランキングを125位以内で終えることが、シード権確保の条件である。 2006年度は、シード選手として、丸山茂木、田中秀道と共に、PGA ツアーに、フル参戦する。同年6月、全米オープン選手権で、通算9オーバーの12位と奮闘、4大メジャー大会自己最高位でフィニッシュした。優勝したジェフ・オギルビーとは4打差だった。2007年度の AT&T クラシックでは2日目に、首位タイに躍り出ると、 最終日まで主位体を守り、同年のマスターズを制したザック・ジョンソンとのプレイオフとなったが、1ホール目の第2打を池に入れてしまい惜しくも敗れた。この年は、EDS バイロン・ネルソン選手権でも9位に入り、年間賞金ランキングは前年の92位から65位まで上昇した。2008年度は年明けから好調を維持し、 タイガーウッズが4連覇を果たしたビュイックインビテーショナルでタイガーに次ぐ単独2位となった。特に最終日風と雨の天候の中、9つのバーディパットを決めスコア自体も最終日はタイガーを凌駕した。さらに、ポツ選手権でも2位タイと好調を維持しており、世界ゴルフ選手権の CA 選手権に出場し34位となる。日本ツアーへの外戦も期待されるが、 本人の最終目標は、マスターズの優勝とかつて語ったことがある。2008年5月18日、アメリカ PGA ツアーの AT&T クラシック最終日、首位から3打差でスタートして、激しい追い上げを見せ、ケニー・ペリーとのプレイオフに持ち込み、最初のホールで相手がボギーを叩いた後、未だは落ち着いてパーをセーブし、悲願のアメリカ PGA ツアー初優勝を飾った。 日本人の PGA ツアー優勝は、青木伊佐を丸山茂げに続いて、史上3人目となった。夏場以降は、予選落ちも多く苦しんだが、フォールシリーズでは、ターニングストーンリゾート選手権で3位体に食い込むなど活躍し、日本人初の獲得賞金300万ドルを達成。年間賞金ランキング13位でシーズンを終えた。11月末には、谷口徹とのペアで、 オメガ、ミッションヒルズワールドカップに初出場し、3位体の好成績を残した。2009年は、前年の AT&T クラシック勝利により、幼少時代からの自身の夢であった、念願のマスターズに出場、初出場ながら20位体の好成績を収める。しかし、シーズンを通しては、コンスタントに予選通過を果たすもののトップ10入りゼロに終わり、 賞金ランクは118位にとどまる。シード権は前年の PGA ツアー勝利により2年間シードが確定していた。2010年は1月のファーマーズ・インシュランス・オープン、3月のアーノルド・パーマー招待でトップ10に入るなど前半は好調を維持したが、アバラら骨の骨折が判明したシーズン途中から低迷し、メジャー大会への出場はゼロに終わった。 しかしながら11月の frys.com で6位入賞、ジャスティン・ティンバー・レイク・シュレイナーズ・ファースピトルズ・フォー・チルドレン・オープンで8位入賞を果たし、7年連続のシード権を獲得した。2011年シーズン序盤から波に乗り切れず、予選落ちが続く。得意としていたトーリー・パインズのファーマーズ・インシュランス・オープンでは、セカンドラウンド突如崩れ、よもやの予選落ちとなる。 フェニックスオープンで13位とするもパッティングの不調からか、シーズン序盤戦は13戦中、予選落ちが8戦とシード権を危ぶまれる状況であったが、HP バイロン・ネルソン選手権で突如復調。強風が吹き、厳しい条件下で行われた、ファイナルラウンドの13番で2位にストロークリードする。優勝確実かと思われたが、15番以降、3ボギーとし3位に終わる。 また、フェデックス戦と柔道クラシックでもファイナルラウンド、土頭の追い上げを見せ三位体とし、この時点で来季のシード権を、ほぼ確定させる。しかしながら、これ以降、安定した成績は残せず、十二戦中、予選落ちが七回と苦しいシーズンとなった。二千十二年、開幕戦のソニーオープンで、予選通過する、モエムリーフとし、その後の十試合でも四ラウンドプレーすることなく、 予選落ちが続く。シーズン中盤以降、予選通過するものの上位フィニッシュはなく、フォールシリーズまでの最高位は10位タイと苦しい戦いが続く。賞金シード確保に向け挑んだ、レギュラーシーズン最終試合、チルドレンズミラクルネットワークホスピタルズクラシックの2日目には、2位タイと、し、大逆転での賞金シード確保が期待されたが、3日目。 以降スコアを伸ばすことができず、8年間確保し続けたツアーシードを逃す結果となった。今田自身、こんなに苦しいシーズンは初めてだった。何度やめたいと思ったことかと、最終戦後のインタビューで語っているように、今後の試練を課せられた1年となった。PGA ツアープレイオフ記録。ありがとうございます。